皆様どうもはじめまして。最近体重が減ってきているイワシでございます。大丈夫かな？何か大きな病気の前触れじゃないかな？前回、エンダーアイ王の導管類を作成したので、メカニズムのパイプと入れ替えてるところです。エンダーアイ王の導管は、複数種類の導管を束ねることができるのが特徴です。輸送ラインを引くときにかさばらないので、とってもいいですね。この後、すべてのアイテム、液体輸送をエンダーアイ王に切り替えましたが、全然軽くなりませんでした。あとは、メカニズムのエネルギーチューブか、ロジパイプが原因じゃないかと踏んでいますが、それは代替手段をまだ作っていないので、結局後に回すことになりました。さて鉱石類の在庫はどうかな？レッドストーンが25000、まあまあありますね。金が2700でダイヤが134、全然足りないですなぁ。鉄は数万ぐらいありますねってぇ？金、なんで？なんで丸石製造機から金が出てんの？てだだだだダイヤ？ダイヤも出てきたよ。でもどうやらこれ、見た目だけ金やダイヤで、中身はただの丸石のようでした。あまりに金とダイヤの在庫が足りなさすぎて、幻覚が見えるようになっちゃったのかな？またちょうど欲しい2つのアイテムが幻覚として出てきたせいで、もう完全にそれとしか思えませんわ。さてまた日課のダイヤ採取です。デジタルマイナー、丸石チェスト、テッセラクトの3点セット。これらの設置も慣れたもんです。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 やったー。シャイニーピッケルと引き換えに丸石が8万個手に入ったぞー。いらねえよ、私のシャイニーピッケル返してよ。そんなことが言いたくてこれを録画しようと思ったわけじゃないんですよ。ダイヤ集めにかかる時間のことですよ。前々回、目標達成に必要なダイヤは400万個って言ったかと思います。で、今までの経験則なのですが、デジタルマイナーでダイヤを1000個集めるの25分ぐらいかかってます。つまりこのペースで400万のダイヤを集めるには、1000時間必要になりますね。わぁ、長いなぁ。じゃねえよ、1000時間も掘り続けていられるかバカ野郎。ということで、デジタルマイナーでダイヤを掘るだけでは、十分な量のダイヤが集まらないことがわかりました。並行して、何か別の方法でダイヤを集めないといけません。よし、とうとう、あいつに手を出しますか。あいつとは一体誰なのか、先に答えを言ってしまいますが、IC2 の物質製造機くんです。みんな大好き、マター先輩ですね。マターを活用するために必要な機械は4つあって、必聴に作成が面倒です。気合で乗り切りましょう。気合だ、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 気合。まずはじめに、石炭の粉4つで、ローカーボンファイバーを作り、それをさらに2つ重ね、圧縮機を取り出して、ローカーボンメッシュを作りました。メッシュではございません。メッシュでもございません。圧縮機を、ほいっと、生の炭素メッシュ、ローカーボンメッシュを圧縮して、カーボンプレートを作りました。炭素繊維で作られた、とっても頑丈なプレートです。次行きましょう。鉄、青銅、鈴のプレートを3個ずつで、ミックスドメタルインゴット、ミックチュジューチュインゴットを圧縮して、アドバンスドアロイになりました。とっても、硬そうなインゴットです。続いて、鋼鉄インゴットをプレートにします。今回はメカニズムの鋼鉄を材料にしましたが、IC2 単体で鋼鉄を用意しようとすると、相当な手間がかかるんですよね。本来の鋼鉄の作り方は、私の動画マイリストから、超ビビリが光量の力でエンドラを倒す話の20話で説明していますので、そちらをご覧ください。ついでに、フォローしてください。うん、そうだね、露骨な宣伝だね。これらの素材をマシンブロックと組み合わせて、アドバンスドマシンケーシングを作りました。IC2 の上位の機械を作るためには、大体これが要求されます。もちろん、物質製造機も例外ではないです。それでは残りは一気に、ダイヤを粉砕して、エナジウムダストを作れるようにして、エナジウムクリスタルを作って、ラポトロンクリスタルを作れるようにして、
物質製造機を作れるようにしました。物質製造機ホイットは100万 EU、つまり400万 RF を消費して液体のマターを1ミリバケツ作ります。このマターを使うことで、いろいろなアイテムを複製することができます。ちなみにですが、スクラップボックスを投入することで、エネルギーを6分の1に節約することができます。ということで、今まで開封していたスクラップボックスを、こちらに投入することとしました。しかし、これだけでは、アイテムの複製ができません。iTunes カードを買って、何もアプリをインストールしていないようなものです。ということで、液体マターを利用するための装置たちを作っていきましょう。ここからが長いんだよな。マターを利用する機械を作ると言ったな、リップサービスだよ。録画を見返して見積もったところ、あと5分ぐらい使いそうだったので、次回に回します。とりあえず、2048倍圧縮機エンジンをさらに2台作ったので、合計9台になりました。まだまだ、先は長いです。そうだそうだ、今回から、オープニングをリニューアルしました。いかがでしょうか？以前のオープニングが、動画時間7分に対して30秒以上の長さだったので、短くコンパクトにまとめてみました。まあ、この部分を編集してる時点では、そのオープニングは1ミリも作ってないんですが、どんなオープニングになるか、編集中の私もわからないというね。さて、もうすぐ7分ですので、今回はここまでとしましょう。また次回をお楽しみに。